はい、おはようございます。まずですね、最初に F-35B の岩国基地配備にかかる判断について、ですが、今般の配備計画につきましては、昨日の午後ですね、地元の市長と協議をして、騒音、安全性に懸念が少ないことなどからこれを受け入れると、まあ、そういう判断をしたところです。まあ、昨日会見をした通りでありますけれども、しかしながらですね、その後昨日の午後7時ごろ中国四国防衛局から県とそれから地元市長に対しまして、10月27日サウスカロライナ州の海兵隊ビューフォート航空基地所属下の F-35B が飛行中に出火、機体は無事着陸し怪我人はいない、事故原因については現在調査中、事故は米海軍安全センターによりクラス A の事故として登録されたとの情報提供がありました。このためですね、まあ、これまでクラス A の事故はないということでですね、安全性についての判断をしていたわけでありますけれども、まあ、クラス A の事故が起こったという話であります。まあ、このため、直ちにですね、地元市長と協議をした結果、昨日行いました受け入れの判断につきましては一旦留保するということとしました。それとともにこれを前提とした特別要望4項目のですね、これについても取りやめるということにしました。県としてはですね、まあ、この事故を受けまして、まあ、数の政府要望に合わせまして、外務と防衛、両省に対しまして、今般の配備計画について、適切な判断ができるように、国において、住民の安全確保を最優先すると、そういう立場に立ってですね、事故原因や対策について、米側に情報提供を求めるということと、その内容をですね、我々地元に説明をするように要請をすることといたしました。続きまして、今日の本題でありました平成29年度の国の予算編成等に向けた政府要望についてご説明をさせていただきます。現在ですね、国におきましては安倍内閣の下で地方創生が本格的な実行段階に入って、さらなる進化に向けた政策が積極的に進められています。今年8月にはそうした地方創生の推進を盛り込んだ国の経済対策も決定をされて、これを具体化するための来年度予算の編成や税制改正の作業がいよいよこれから佳境を迎えてまいります。このため県といたしましては、活力みなぎる山口県の実現に向けた取り組みを進め、確かな成果を上げていくため、国の政策の方向が定まるこの時期を捉えて、国の政策との連携、あるいは国の支援が必要なものについて関係府省庁への提案要望を実施します。要望活動につきましては、明日10日木曜日に県議会の塩光副議長とともに上京しまして、関係先へ要望に赴く方向で現在調整をしております。それでは要望内容につきまして概要をご説明します。お手元に配布をしております資料の通り、この度の要望では計画期間の最終年度、来年度に向かいますチャレンジプランの目標達成を目指すとともに、地方創生の取り組みを一層加速させるため、特に必要とする国の制度拡充や財政支援等を求める19項目について、これを超重点要望として整理をしています。これと国策関連要望の1項目については私から要望を行います。また裏面にですね、一覧表をお示しをしておりますけれども、まあ、国に対して引き続き支援等を求めるものや予算編成に向けた事業採択等に係る22項目については重点項目として、関係部局の方で各省庁への要望活動を実施するということにしております。以上、この度の項目、予防項目の数は合わせて42項目ということになります。で、まず超重点要望につきましては新規項目として7項目を要望いたします。1番目の明治150年記念事業の推進については、平成30年の明治150年に向けて国の新たな組織も設置をされ、関連施策の検討が開始をされたことを踏まえまして、その早期具体化と国家プロジェクトとしての記念事業の推進など国を挙げた取り組みの実施を要望してまいります。
2番目は東京一極集中是正のための抜本対策として、地方創生の推進に向けて東京圏への人口の過度な集中を是正するため、大学や大規模事業所の地方圏への移転の促進などに関する新たな立法措置を要望します。3番目の政府関係機関の地方移転の推進では、すでに決定をしている3つの機関の本格的な移転に加え、JAXA や気象庁が有する各種衛星データのバックアップ機能などについて本県へのさらなる移転が進められるように要望します。4番目は水産関係のあらゆる業種が集積している本県の強みを生かして、全国に先駆け地元産業界と一体となって取り組んでいる水産インフラ輸出構想について事業推進に向けた国の支援を要望してまいります。5番目の国内外に誇れる魅力ある観光地域づくりの推進につきましては、長門湯本温泉をモデルとして国内外から観光客を呼び込む魅力ある温泉地の創出に向けた取り組みへの支援を要望します。6番目は錦帯橋の世界文化遺産登録に向けて国の積極的な支援を要望します。そして7番目ですけれども、インバウンド促進に取り組む山口宇部空港への支援として国際定期便等のさらなる利用拡大を図るための要望を行います。8番目以降は今年5月に要望した項目のうち超重点項目として引き続き要望するものです。主な内容といたしましては、本県産業の振興を図り新たな雇用創出につなげていくため、国際バルク戦略港湾や山陰道の整備の促進、産業力観光力の強化に向けた基盤整備、次世代産業の育成集積、 TPP 協定の発効に備えた対策への支援などについて要望します。また結婚出産子育て環境の整備に向けて働き方改革の推進や結婚から子育てまでの支援施策の充実などを要望します。さらに今年4月の熊本地震も踏まえて、大規模な自然災害等の発生に備えた防災減災対策の推進について要望を行って、まいります。次に国策関連要望ですが、岩国基地につきまして長年にわたる基地の存在に加え、米軍再編に伴う空母艦載機の移駐などにより地域の皆様がさまざまな不安を抱え続けること等を踏まえ、住民生活の安定確保に十分な安心安全対策と我が国の平和と安全への大きな貢献に見合う地域振興策について引き続き要望するものです。以上概要をご説明しましたが、個々の具体的な内容につきましては後ほど総合企画部長から説明をさせていただきます。次に香港台湾キャラバンについてです。今月の20日から24日にかけて香港と台湾を訪問して、私自らが先頭に立ってブチウマ山口総合フェアをはじめ本県の総合的な売り込み活動を行います。香港では昨年から JA グループが大根やトマトなど県産の農産物の輸出を開始をしておりますとともに、本年度から新たに観光プロモーターを配置をして観光客誘致に向けた取り組みを強化をしているところです。台湾ではみかんジュースや地酒といった県産品の取り扱いが拡大をしていますとともに、本年4月のトップセールスによってチャーター便の運航が決定をするなど具体的な成果も上がりつつあります。また台湾でも観光プロモーターを配置をして観光客誘致の取り組みを強化したところです。香港台湾は重要な市場と考えておりまして、今回のキャラバンを通じて県産品の売り込みや観光客誘致等を一層推進し、さらなる経済交流拡大が図られるよう積極的に取り組んでまいります。また引き続きまして11月25日から26日までは韓国のチェジュ特別自治道で開催をされます第25回日韓海峡沿岸県指導交流知事会会議に出席をします。こちらも詳しくはお手元の記者配表資料の通りであります。私からは以上です。F35 便のクラス A の事故についてお伺いします。まず
安倍さん系は少ないということを、安倍さんこの実行報道を受けてですね、知事の受け止めをお願いします。そうですね、今お話しあったように、我々安全性について確認する上で、国からの説明でですね、クレーン船の事故っていうのは、発生していないということで、ありましたから、そういったことで機体のですね、安全性について問題は生じていないと、そういった整理をしていたわけで、ありますが、昨日ですね、防衛省の方から7時ごろですね、連絡があって、クレーン船の事故が発生をしたということで、ありますから、その前提がですね、変わっていると思っております。したがって、これまでのクレーン船の事故がないというですね、ことを前提にした安全性の判断をした上でですね、受け入れについて、昨日ですね、話を関係、市長、長ともした上で了承としておりますけれども、当然前提がですね、今変わっておりますので、そこについてはですね、判断自体をですね、一旦留保するということにいたしました。昨日ですね、表明をして皆さんもですね、集まってもらって表明した矢先のことでありますので、大変困惑をして、おりますけれども、しかし、そういったことが起きたということで、安全性についての疑義が生じておりますから、そこについてですね、国に対して、しっかりとその原因とですね、それから対策について、米側に、求めて、それを我々に説明をしていただきたいと思っております。判断に向けては、その米側の調査結果を待つというやつとか、その国に独自の調査を求めたりとか、そのあたりのお考えは。米国の方で起きている事故ですのでですね、防衛省が、防衛省の方から米国、米側にですね、そういった情報を求めるということをですね、していただくということだろうと思います。それで得られた情報を我々の方に提供、示していただく、説明をしていただくと、いうことを考えております。ある程度結果が、調査結果が出るまで時間がかかると思うんですが、それも調査結果を待つという。そうですね、当然、そのクレーン船の事故が起こったということについてですね、その原因なり対策について、説明がなければですね、この安全性についてのその疑義の部分がですね、クリアになりませんので、それを待ってということになる、なります。国側から1月というのは、ありましたけれども、それにはこだわらない。我々としてはこだわる理由はないので、国からの説明をまず待つということをですね、したいし、ですからまずその国の方に対してですね、その原因とそれから対策についてですね、米側に求めて、それを我々に説明をするということをですね、まずは要請をするということです。F-35B の関連で、一応現地時刻は10月27日事故が起きたら、そうですね、異能の判断の前にロボットとして当選は判断後に情報提供があったということですか。そこはですね、国の方に、我々もその話を聞いてすぐ確認もしておりますが、国からはですね、F-35 の安全性について情報収集する中で、この事故に接して直ちに関係したように情報提供したということでありまして、具体的には昨日の夕方にですね、国の方としても把握をして、それを速やかに我々の方に情報提供したというふうに聞いております。国が最速で、県とか審議したいというか。そうですね、国自体も昨日の夕方知ったということで、速やかに提供したというふうに聞いております。県は一応判断を留保するということなんですけども、岩国市とか領庁ですね、それはどうかとかは。そこはですから、もう話をして、情報それぞれですね、受けて、話をした上で、留保ということをですね、するということを決めており、関係、自治体とも話をして決めております。来年1月の配備ということで、もうかなり時間がないわけですけれども、判断を留保したまま、配備ということになる可能性もありますが、それでどうでしょうか。そこは今、配備について我々が国から説明を聞いてですね、判断を求められているわけでありますから、我々が判断できるようなまず材料をですね、しっかり提供してもらおうということが当然先でありますので、その情報を提供してくださいということを求めていくと、そういった姿勢に尽きると思います。今後の流れとしてですね、その情報が得られないということで配備の延期を求めるとか、そういう考えは。それはこれからの話ですので、まだそこを予断を持ってですね、話をすることは、できませんけれども、我々としてはいずれにしても、この今、生じている疑義ですね、についての国の方からの説明なしにですね、我々がそれを了承するということはありえませんので、その説明を待ちたいと思っています。毎日新聞の方です。
今回 の安全性、特に安全性の判断にあたってはですね、岩国市長がその泉で岩木市に行かれてですね、そこで、まあ、説明を聞いたこと、それから、まあ、体感をしてきたこと、こういったことも安全性判断の一つになったということで、先ほどの説明されていらっしゃいましたが、今回のプラスへの動きがあったということを受けてですね、もちろんその国を通して防衛省を通して米軍側からの説明を求めるでしょうけれども、改めてその米側にですね、その岩国市なり、もしくはその県内でですね、その調査に行って判断をするというふうな可能性というのはあるんでしょうか。そういうことを考えなければいけないと思っていらっしゃるか。まず、まあ、今回の事故についてあまりにも情報がまだ少ないということであります。まあ、我々今聞かされているのはおそらく、まあ、国も同じ状況だと思いますけれども、まあ、とにかく F-35B が飛行中に出火をしたということ、それから、まあ、機体は無事に着陸をしてですね、まあ、怪我人はいないということしかないわけですね。ですから、そもそも機体の安全性の問題なのかどうかということも含めですね、これは原因が何も今わからない状態で、ありますから、ちょっとそこを確認をするということをですね、まあ、まずは国、まあ、通常のルートといいますかですね、当然その国の方が我々に話をしてきているので、国の方で責任を持ってですね、米側に確認をしていただきたいと思っております。実通信の方です。瀬戸知事、一旦留保されるということをおっしゃって、岩国市の方も見合わせるということを使われているんですけれども、昨日の受け入れ表明を撤回するという方でよろしいですか。撤回というか、受け入れ表明自体はですね、昨日はその判断ということに言ったわけですけども、その判断をして受け入れ表明という形ですね、昨日の段階ではですね、じゃあその判断の手前といいますか、まだ判断をする状況にないということですね、判断自体を留保しているということです。先ほどの、まあ、事故の原因とか対策についてのところでもう少しお伺いしたいんですが、まあ、原因とその対策がですね、その機体によるものかどうかというのはまだ分かりませんけれども、まあ、機体の原因だった場合にですね、まあ、その対策を取り終えるのまでには相当な時間がかかることが当然出てくると思うんですけど、その対策が万全にならないと、やはり受け入れの表明というのはできないという理解でしょうか。まあ、そこは今情報限られている中でですね、あらかじめこうだったらこうっていうことを申し上げることは難しいと思います。まずその原因について、それからまあ対策が必要なものであるならば、その対策はどうかっていうことをですね、求めていきますので、まあそれについての説明がどうかということをですね、我々なりにそれを受けてからまた判断をするということになります。まあ、いずれにしてもこの安全性について大きな懸念がある中でですね、受け入れということにはなりませんので、まあ、そこはどういった説明がされるのかということを、しっかりと求めて、まあ、それを聞きたいと思います。まあ、途中質問かかるかもしれませんけれども、その対策がどうなるかという議論と、その1月に配備される議論がある中でですね、まあ、1月の配備がその県の了承を得ずに、強行される可能性もゼロではないと思いますけれども、その仮にそういう強行という手段を取られる、まあ、強行という手段に対して何か知事としてそれはおかしいというふうな考えなのか、そのあたりいかがですか。今それを話をする状況というか、まあ、そういう時期では当然ないと思いますし、まあ、まずはその説明を待ってということでやろうと思います。あと、明日ですね、当然、我々は防衛省なり外務省からですね、受け入れについてこう確認をされているわけですので、お願いされているわけですのでですね、まあ、当然それを、まあ、国の方でも我々の判断というのを尊重をするということは当然の態度だろうと思いますけど、明日の予報なんですけれども、ちょっと私はどういったことを外務省防衛資料者に伝えられるかというと、伝えるのはその4人でお伝えになるかということですか。ですね、まあ、伝える内容は今言った通りで、あります。まあ、我々が今聞いている話の中で、特にこの安全性についてですね、クラス A の事故が発生したということの連絡があったわけでありますから、まずその米側に対して、きちんとその原因と、それから対策についてですね、情報提供を求め、るということと、それからその確認した内容をですね、我々地元の方にですね、説明をするように、要請をするというのが、まあ、この件についての内容であります。で、行くのはですね、ちょっと今調整してますが、まあ、私一人が代表していく形になろうかと思います。ありがとうございます。
テレビ山口です。F35 についてなんですが、まあ、この判断に至るまでの、まあ、国との情報提供、国からの情報提供という意味で、住民団体からの指摘で、その、まあ、F35A です、でしたけど、トラブルがあったりとか、ちょっと国からの情報、やり取りがちょっとちぐはぐかなという印象を受けるんですが、そのあたり、国からの情報提供全体として、なんか、不信感というか、なんかそういったものっていうのは申し訳ないでしょうか。国の方としては、まあ、国の方で把握をした内容をですね、まあ、よく整理して我々に提供してもらってるんだろうと思います。まあ、昨日ですね、話もありました F35A の方での、まあ、事故については、まあ、クラス A の事故ではないということで、まあ、もともと米側が公表する対象というのはクラス A となっているわけですけれども、まあ、そうではないということと、まあ、もともと F35B じゃなくて、まあ、A という違いもあると思いますけれども、まあ、そういった中で、一定のですね、整理をして我々に情報としては提供の判断をしているんだろうと思います。まあ、そして今回の話もですね、まあ、10月27日に起きた事故ということではありますけれども、まあ、我々もこの情報提供についてはですね、当然関心は高く、あり方についてはですね、関心高く持っておりますので、先ほどもこれも申しましたけれども、まあ、国の方でいつですねこれを把握をして我々に、まあ、提供しているのかということをですね、まあ、確認をしましたら、まあ、昨日の夕方把握をして、まあ、速やかに提供したということで、ありますから、まあ、今回の件について何か国の方にですね対応に問題があったというふうには思ってはおりません。抗議ということではないですね。まあ、情報については速やかに提供したということでありますし、まあ、あとはこれは我々の方から、今後の話ですね、今回の事故についての情報をしっかりと、こちらに示すようにという要請を回していくということでありまして、まあ、抗議ということではないですね。昨日の夕方、国の方が発覚したということで、このタイミングというかね、三市長と県で、決められたその当日、その本当に直後に、そういったことをこう明したということ自体に対するこう知事としての方針を聞かせていただいたと。まあ、そうですね、まあ、我々が表明したすぐ後ですので、まあ、正直、困惑をしているというのがですね、率直な気持ちでありますけれども、ただまあ、そこはですね、我々しっかりとその中身を見ていかなければいけないと思っております。まあ、繰り返しになりますけれども、安全性についてクラス A の事故がないという中での、まあ、今回の判断だったわけでありますけれども、まあ、そこは変わったということでありますから、まあ、そこについてのよく確認をですね、するということをしなければ、適切な判断ができないと思っておりますので、まあ、そこをしっかりと求めていくということをやっていきたいと、まあ、そういう思いでおります。いいんですけど、前提が変わったっていうのは、その安全性の A の懸念が少ないという部分の前提が変わった。安全性の懸念が少ないと言っていることの前提として、クラス A の事故が起きていないということを国が説明していたわけですね。ですから、その機体の安全性についてはですね、まあ、問題は生じていないんだと、まあ、そういったことを言っているわけですけれども、まあ、内容はともかく、まあ、クラス A という事故が起きたということは今回事実としてあるわけでありますから、まあ、そこをですね、よく中身をしっかりと聞いてですね、安全性についてを改めてですね、確認をするという必要が生じているということだと思います。それはですから、申しましたように、その安全性というのは大変重要なところでありますから、我々も今回ですね、まあ、実際に国の説明もそうですし、まあ、福田市長も現地に行かれたりもしされましたけれども、まあ、そこは大きな要素だと思っておりますから、まあ、今回は昨日までの判断ではですね、クラス A の事故ないという中で、まあ、様々考慮して、安全性に対する懸念は少ないと、まあ、そういう評価の下で判断をしているわけで、ね、ありますけれども、当然安全性についてですね、今まで以上にですね、大変大きな懸念があるということであればですね、当然それは受け入れることではなりませんから、まあ、そこはしっかりとその説明をですね、まあ、聞いて、判断をするということをですね、予断を持たずにやっていきたいと思っております。
これに関連してですけれども、夕方ですか、県に情報が7時頃ですね。7時頃なんですね、うん、あの県で今回のこの、まあ、留保というかその判断はもうすぐされたんですか、うん、昨日の夜時間そうですね、まあだからちょっとそれぞれ連絡がつ、まあ、ちょっと移動されてるといろいろあってですね、まあ、同時には話はできなかったですけれども、昨日のうちですね。それは富士とか十字とかどんな感じですか、うん、ちょっとそこを確定的に言えますかね、ちょっと分かんないですね。夜遅く、じゃあもう深夜ってことですか。深夜まで行かないね、まあ、ちょっとはっきり言いませんが、まあ、なんて言えない9時とか10時ぐらいね、なんとなく感じですよ。その判断はもう早かったわけですね。その連絡がつくつかないっていうのは、あ、それはもちろんそうですね。それはまあ、ちょっと飛行機乗られたりとかですね、いろいろあるので連絡が取れない時間がありましたから、だからまあそれは速やかにおそらくそれはどこの首長さんも特段なんて言いますか、悩むこともなくですね、当然その全体変わってるわけなので、それぞれの、まあ、首長さん、まあ、あの知事も含めてですね、留保ということで、うん、あとはもう連絡を取り合って確認するというようなところだったという感じです、まあ、まあそうですね、連絡を電話で取ってってことですね、確認を取って、うんうん、そうですそうです、土壌がいいんじゃなくても留保しようということで、まあ、そこは議論はないですね、うん、すいません、政府要望の方に、うん、お伺いして、今回東京出身中でマップ対策ということで、オードリッチ工場と制限法が撤廃されたのを踏まえたですね、うん、そういういずれの一方を求めるという感じがあったので、うん、あ、はいはい、これはまあ当初にいらっしゃった時にならずに提案を考えていくんですけども、改めてこういう立法措置をですね、国に求める方の分とした理由をですね、今、地方創生というですね、国が取り組みをしているのを大変心強く思っているわけですね、まあ、これは地方が従来から、大きな課題だった人口減少問題ですね、まあ、これが単に地方の問題にとどまらず、国全体の問題であると、地方は人口減少する、そして人口出生率は大変低い東京にですね、どんどん吸い込まれていくということで、ありまして、まあ、そのことを正面から捉えてですね、これを解決していこうというのが、まあ、地方創生ということでの大きな一つの目標だと思います。まあ、これは、一つは少子化対策ですね、少子化が進んでいるから少子化対策、それから、東京教育手術の是正ということがですね、まあ、具体的な目指すべきものとしては大きく二つあると私は理解していますけれども、まあ、少子化の方はそれぞれですね、取り組みを進んでやります。まあ、出生率もちょっと上がって全国的にも来てますし、まあ、山口県も上がって、おりますけれども、この統計局集中の方についてはですね、就職するところがむしろ拡大しているという実態があります。まあ、今日はこの資料の中でもですね、具体に書いて、おりますけれども、この東京圏の人口ですね、むしろこう増えて、人口の周知が増えてですね、毎年のその、流入超過っていうのは当然東京あるんですけれども、この超過がどんどん増えているということでありまして、逆の方向に進んでて、しかも加速化していると、まあ、そういう状況にあるわけです。でそれをですね、なぜかと見た場合に、もちろんそれぞれの地方でですね、我々もやってますが、地域の産業を活性化して人を留めると、まあ、CCRC とかですね、まあ、先日も大学入学山口とか、まあ、企業の誘致とかいろいろやってますけれども、まあ、それを当然やるのは当然なんですけれども、なかなかそれだとですね、限界も、あります。というのは、これは山口県だけの問題じゃなくて、全国、日本の地方どこもですね、同じ現象が起こっているわけ、ですね。で、そういった議案を見るときに、まあ、これまでも中央から東京圏から地方への人の流れを作ってほしいということを言って、いたわけでありますけれども、まあ、これを単に施策の誘導ということだけじゃなくて、具体的なその規制も含めた立法措置というのをですね、講じる必要があるんじゃないかと思っています。で、なぜかというと、まあ、これ資料にも書いてますが、平成14年まではですね、工場等制限法という法律が、ありまして、まあ、これによって一定規模のこの工場を東京圏に、作るということについての規制がありました。そしてまた大学もですね、特に東京23区ですとか、そういった、集中している地域で作るということについてこの規制をかけたわけでありますけれども、まあ、これは規制緩和の中で撤廃されたという経緯があります。でその後ですね、それまではずっとこう東京圏 の今の企業の関係、あるいはその大学の学生数もですね、ずっとこう減ってたわけですけれども、その法律が廃止されて急にこう逆に増えているという状態が起きて、おります。
ですので、やはりですね、こういった規制についても改めて、考え直さなきゃいけないんじゃないかと思っております。まあ、この資料もありますけれども、学生数の伸びもですね、平成14年までは東京都というのはぐっと落ちてるんですけれども、この14年以降は、東京都が減って、東京都がこうぐっと伸びていると。まあ、そういう状態が生じているわけです。また企業の従業者数もですね、東京都の従業者数の割合というのがこう、ずっと減ってたのがこう増えているというのが、この工場と制限法が廃止されてから、出てきたということで、ありますから、まあ、一つその、規制という部分をですね、作るということも含めた立法措置がやるんじゃないかと思っています。まあ、その中では、地方への移転策ですね、例えば大学で言いますと、地方の大学が東京圏よりも例えばその授業料を低くする場合に財政支援をするとかですね、あるいはその地方圏に就職した人を対象とするあの奨学金の返還免除制度とかですね、まあ、そういった誘導策っていうのもですね合わせて、盛り込んではどうかと思っておりますので、まあ、これをですね、まあ、提案をしていきたいと思っておりますし、まあ、知事会の中でもですね、まあ、こういった提案を、して、いきたいと思っております。あのまあ、こっちの話があったように、その規制緩和というですね、流れの中で出てきた話で、まあ、新しくその改めて圧迫をするというか、規制をかけることについては、その、まあ、政府のやり方を含めて、かなりさまざまな議論が出ると思うんですけれども、特にそこに対しての政党政治はどういうふうに。まあ、これは国としてですね、町と仕事っていうこれ法律も作っているわけですね。その中で東京への一極集中の是正っていうのが一つその国として取り組むべき大きな課題になっているわけでありますから、まあ、それをしっかりと進めるという中ではそういった観点からその規制がいるということはですね、十分成り立ちうるだろうと思っております。で特にその大学で言いますとですね、まあ、これ資料にも書いてますけれども、学生数東京の人口って1割、全国の1割ですけれども、学生数は 25% が東京にいるわけですね。ですから、やっぱりそこにみんなこう引き寄せられていくわけでありまして、そこをしっかりとこう、規制してその数をですね、コントロールしていかないと、どうしてもそこに集中するということがあろうかと思っておりますから、まあそういう実際の人口とですね、この大学の今のその学生数、まあここに相当、開きがあるといいますかですね、学生数が大変多いわけでありますから、まあ、そこを、伸びないようにですね、こう抑えるということもですね、必要だと思います。というのが、まあ、山口県もそうですけれども、まあ、他県もそうですが、大体その進学時、就職時にみんな、首都圏の方にどんどん集中していくわけでありますから、まあ、そこのところを、制度面でコントロールするということはですね、有効な方法だと思います。あの知事会の通じてですね、また確認したいと言ってましたけど、全国の知事さんから、まあ、賛同を得られるというふうにお考えですか。そうですね、まあ、これは町と仕事関係での特別委員会等もありますので、まあ、そういった中でですね、またこれから議論もしていただきたいと思っておりますので、まあ、県として何らかの形でそういった提案ができればいいなと今思っています。だいたいこの11月にですね、議論をしますので、まあ、そういった中で当然地方創生の関係の特別委員会とか、まあ、知事会全体の会議というのもまた月末ぐらいにはあるんだろうと思いますけれども、まあ、そういう中で、県としての主張をできればと思っております。ちなみにいつまでの立法措置がですね、いつまでにできればいいかという立法措置ですか。それはまあできればこの一番最短で言いますとですね、まあ、この、次の通常国会がありますから、まあ、その中で、来年ですね、通常国、まあ、当然今予算を審議したり来年度の制度改正どうするかという議論の中に当然入れていきたいというふうに思っておりますので、そういった意味ではその来年の通常国会でのその法案ということをですね、目標としては目指してですね、やっていけたらいいなと思ってます。具体的な実現可能性について、まあ、そこは分かりません。まあ、県として話をしてみて、まあ、ただこれから夏の知事会でも議論になりましたからですね、大学の在り方みたいな話ですね、特に大学の方は関心を持っている方が多いと思っておりますので、まあ、その辺をどのように、まあ、賛同が得られるかということだと思いますけれども、まあ、問題意識自体は多くの知事さんも共感できるものじゃないかというふうには思います。あともう一点だけ、今回政府に対する要望ということなので、まあ、立法措置のあり方としてはその政府提出の法案として出していただくという形を想定していらっしゃるんでしょうか。それとも、まあ、議員立法も含めて諮問にはこだわらないという。そこは特にこだわりはないですね。もちろん議員立法っていうこともあるでしょうし、まあ、あれこれは与党の方でも、町と仕事の関係はですね、本部を作って、具体的な取り組みを
しっかりやっていこうって話もありますので、まあ、そういった動きにつながることもあると思いますし、まあ、政府の中で出すということもあると思いますけれども、まあ、そこは我々、私たちはどちらかっていうことはないですね。山口です。今の立冬祭について関連なんですけれども、東京市中地域のっていうのは、その全国その地方にとっては、どこも同じ状況だと思うんですけれど、であとその、この立冬祭によって、ね、山口県に直接こう効果があるかというのは、不透明なところがあるかなと思うんですけれども、これを山口県から提案される意義というか、どういうことかと思って感じます。まあ、我々も今、チャレンジプランなり、地方創生の県の総合戦略を作ってですね、特にこの山口県の社会圏の取り組み、社会圏の数をですね、こう縮小して、いずれはまあなくしていきたいと思っておりますけれども、当面半減というのを目標にやろうとしているわけですね。そういった中で、特に私、まあ、常々言ってますが、この中国地方で言ったら、一番山口県の人口社会圏というのは大きいわけですね。これがまあ、直近でも前の年よりも拡大していると。いうことでありますから、そこへの問題意識というのは非常に、強いものがあります。まあ、ですので、まあ、そこをですね、まあ、これまでも言ってましたが、まあ、地域の方でそれぞれ努力するのはもちろんだけれども、東京の方からしっかりと人を、まあ、まずそのあまり入らないようにするということと、それから押し出していくという部分ですね、まあ、これを強力に講じてほしいと思っております。ですので、まあ、企業の方も、税制講じられましたけれども、これもまあ充実してほしいと思いますし、移転税制ですね、本社機能の移転税制講じられたけど、まあ、これも充実してほしいと思いますし、また大学の方もですね、特にその地方にもっとこう分散されるようにですね、これを移転するための取り組みっていうのを国の方が積極的にこう後押しをするということをですね、きちんとこう法律を作ってやっていただきたいと思っております。それによってまあ山口県進学時就職時にですね、どんどん県外に行く部分っていうのがまあ緩和される部分というのもあると思いますので、まあ、そういった効果をですね、期待をしております。それに関連しまして、そうは言いながらも少子化の中でですね、まあ、私立の大学なんかは、私都心回帰ですかね、郊外に1回作ったんだけど、うん、また本学の方へ高い建物を建てて、戻すような、まあ、人気取りのためにですね、うん、そういう流れなんですけど、そこをあえてこう行くということに、これを成功させるための肝っていうのは知事どのように思われますか。これをうまくその言われたことを実際大学にやってもらうためか。ですから、まあ、その一つは誘導策でですね、地方に移転すれば、いろいろ財政的なメリットがありますよとかですね、それはあると思いますから、そういったものも法律の中で、作られればいいなと思いますけれども、まあ、一番はその、まず規制ですよね。そもそも増えないようにするという、増やそうと思っても増やせられませんという状態にしてしまうということが、まあ、一番直には効くと思いますね。それが法律にできれば一番いいと思いますけれども、まあ、これはいろいろまた議論もあるところだと思います。あとその生徒の方ですね、まあ、町北がある傾向が、うん、そうですね、そこら辺は難しい。だから、まあ、そこは日本人の学生っていうか、まあ、みんなそういうマインドなのかもしれませんけどね、大学の時に東京に行ってですね、東京での暮らしっていうのをこう自分でも感じたいということは、まあ、多くの方がそういうマインドを持ってるから、どんどん人が東京に集まっていくし、大学の方も東京にある方が学校としてのまあ魅力というふうになるということなんだろうと思うんですよね。ですが、その今言ったように、そのこのまさになぜそうなってきたかというと、もともとこの資料にも書いてますが、平成14年まではずっと学生数東京減ってんですよね。これは工場等制限法で大学の新しくその作るということが規制されてたからなんですね。ところがそれは取られた途端に、言われたように都心回帰がどん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 進んでいって、東京特に23区ですね、の方にこう大学がどんどん増えていったということがあります。今や、まあ、東京都 25% 学生がいるということになってきているわけですから、とにかくそれぞれのやりたいように任せてたらそうなるっていうふうな力が働くんだと思うんですね。だからそこを何らか誘導するか規制するかっていう方法しかこれ取れないわけですので、まあ、それを両方できるだけやるっていうことがですね、一番効果的じゃないかと思います。これまでも知事会でですね、議論は出てたというお話でしたけれども、こういった形で具体的な要望事項としてまとめて国に対して要望を出すというのは、知事が知ってらっしゃる限りで結構ですけど、かなり法律で。この法律ですか？立法っていうのは多分ないと思いますね。まあ、その何らかの手立てを講じてほしいっていう話はですね、まあ、具体の手段は別としてですね、ないと思いますが、まあ、この立法措置ということはですね、私が知る限りではないと思いますね。同じように
知事、以前の職場の時代でいろんな地方もあってらっしゃると思うんですけれども、同じような、なんていうかね、東京一極集中ですとか、その地方 の、 その、人口減少に対しての対策というか、同じような、ね、他の都道府県を回ってらっしゃったか、他 の、 県を回ってた当時もですね、同じような感じでいらっしゃる。そうですね、それは感じて、おりますね。私いた県、まあ、特に高知県なんかですね、非常に厳しい状況にありますよね。高齢化自体も山口県よりもまだ進んでいる状況にありますしですね、またこのなかなか行ったら帰ってこないっていう状況もですね、高知県でもありますので、まあ、これは大体地方部の県が同じように抱えている課題だと思いますから、問題意識というか、そういったところではかなり共有できている部分ではないかと思います。はい、すみません、今回 の、 その政府要望全体を通じて、そのどういう成果を出していきたいかというところは、そうですね、まあ、チャレンジプランも最終年度を迎える中でですね、まあ、取り組み、この成果を具体的にですね、できるだけ多く出していきたいという思いを持っておりますが、そういう中で一つは今、地方創生の関係ですね、まあ、国の方で旗を掲げていろんなことをやってもらってますけれども、まだまだこれ十分じゃないというか、逆にその人口減少進んでる、流出超過進んでる状態でありますから、まあ、これを食い止めるというところをですね、相当力を入れて、まあ、県としてもやっていかなければいけませんし、国にも力を投資をしてほしいと思ってます。まあ、そういう意味で、この統計局手術是正の抜本強化とですね、それから政府機関の移転もですね、同じ趣旨であります。まあ、国が率先して政府機関を地方に移転することで、人の流れを作っていきましょうということでありますけれども、まあ、山口県ありがたいことに3機関のですね、拠点の設置が決まりましたけれども、まあ、これから具体的に人員とかですね、予算とかいう話になってきますので、できるだけ機能をですね、広げてもらって、その人員配置にしても予算にしてもですね、できるだけこの手厚いものにしてもらう方が当然その効果が大きいわけでありますから、まあ、そういったこともですね、求めていきたいなと思っております。まあ、あとそれ以外はそれぞれの分野になってきますけれども、観光のですね、魅力づくり、まあ、長門の湯本のプランの関係、だったり、あるいはその、今度、国際的にできますけれども、その、インバウンドのですね、ためのその空港の、への支援。まあ、これも今国の方で訪日誘客支援空港ということでですね、着陸料の引き下げ等について、まあ、特にその、インバウンド、訪日をこの、誘客をですね、まあ、強化をするというか、そういった空港についての支援ということでですね、着陸料に対する補助とかですね、そういった部分を、具体に予算としてもですね、考えているということでありますので、まあ、その辺もしっかりと山口宇部空港がその対象になればいいなと思いますし、まあ、そういう誘客の関係と、それからあとはその、まあ、継続的なものですけれども、いろんなインフラ整備ですよね。コンビナート企業の関係のその港湾整備だったり、その山陰道の整備だったりですね、幹線道路の整備だったり、まあ、そういったことをですね、求めていきたいと思っています。よろしいでしょうか。それでは以上でございます。